俺の名前は加藤健人、20歳。大学生活の折り返し地点でまさかの大骨折に靭帯まで損傷。手術は終わったが、先の見えないリハビリ生活が始まった。それと担当に実習生をつけてもいい？年も近いのよ。何でも大丈夫です。身も心も折れてもう全部どうでも。失礼します。実習生の森とい…な、やっぱり。あら、知り合いないの？そのマネージャーというか恋人というか。元ですから、どっちも元。彼女の名前は森玲奈。俺の人生を大きく変え、この怪我のきっかけにもなった人物である。出会いは自分を変えたくて入った高校の陸上部だった。かっこよさだけで棒高跳びを選んだが、もちろん未経験。周りからも笑われていたが、俺には絶対的な支えがあった。ケント、いつまでこけてんのよ。ほら立って。レーナ、君だけが俺に優しく。マネージャーの役目を果たしてるだけだから。レナは口調も表情も冷たいけど、誰よりも気が利いて優しく超可愛い。そんなレナにかっこいい姿を見せるために俺は飛ぶ。それに決めたんだ。次の記録会で入賞できたら俺と付き合ってください。はあ、冗談言ってないで練習したら。約束だから。まあ付き合う以前に入賞なんてほど遠いけど、力がみなぎってくる。やれるだけやってやら。そして。すごいじゃん、未経験から入賞なんてなかなかいないよ。なんかめっちゃ飛べたぜ。まさかの覚醒に自分でも驚いたが、大事なのはここから。レナ、俺と付き合ってくれ。もちろん無理にとは。いいよ。え、だからいいって言ってるじゃん。いつも頑張ってるし。本当に？もううるさいってば。こうして未経験から入賞した選手として注目を集めた上に、レナが恋人になった。このまま俺の人生は有頂天になるはずだった。やっぱまぐれだったんだろう。彼女ができて浮かれたか。気にすることないよ。スランプはいつか終わるし。レナのせいじゃない。でも好きだからこそ現状が許せない。レナ、ちょっといい？別れよう。そうね、わかったわ。今はこうするしかない。でもいつか必ず一流の男になって告白するんだ。その後、大学ではさらに陸上へ力を注ぎ、県内じゃそこそこ名も知られるように。そしてついに次の記録会にレナを呼ぶはずが。で、なんでこんな大怪我したわけ？あれだよ、よそ見してて張り切りすぎて空回ったとは言えねえ。気まずい感じだったら変えようか。あ、いや、レナのままでお願いしたいです。彼女に厳しく言われるのは慣れてるので。どういう意味よそれ。それにしても不甲斐ない再会だな。冷た。すみません。でもちょっとは我慢してよな。そう言われても。大人っぽさが加わってさらに魅力的になった上に、まさか体を拭いてもらう日が来るとは。どこか悪いところありますか？診察じゃないってば。いや、その筋肉とかついてるし、ずっと頑張ってたんだなって。やっぱレナに褒められるのが一番嬉しいな。そっちも頑張ってるみたいで。看護学校行くとは聞いてたけど、そもそもなんで看護の道に？それは。ケイトくん、それじゃあ私行くね。お見舞いに来たよ。うざみちゃん、わざわざありがとう。早く直して私をトキンピックに連れてってね。そんな約束したっけ？なあ、退院したらお祝いしようね。実家の両親にも紹介するから。あ、ちょ、
さっきのは大学のマネージャーで。別に聞いてないけど。これは不機嫌な時の顔だ。でもいいんじゃない、誰かさんとは違って優しいマネージャーで。そんなの一言も。作業療法士さんにリハビリは厳しめでって言っておくから。ふふん、一応スポーツ選手だぜ、リハビリなんて余裕で。ちょっと歩いただけなのに。筋肉っちゅうのはすっごい速さで落ちるんですわ。ファイトです。今日はこの辺にしときますか。いや、まだ。あらあら、もうへばってるの。あんなに息巻いてたのにね。レーナちゃん、そんなきつい言い方せんでも。力が湧いてくる。うわ、どないなってるんや。彼はこの方が動けるのよ。特殊な訓練を受けてきたんやな。こうして本格的にリハビリの日々が始まった。予想よりも辛かったが、レナにへばっている姿を見せるわけにはいかなかった。毎日のように顔を見れるのは嬉しいけど、いち早く。あ、はい、すみません。レナも頑張ってるんだな。何かできることは。そうだ、大丈夫？何かあった？あ、いや、その虫がいた気がして。ナースコールはおもちゃじゃないんだけど。ごめん、ちょっと一息つけるかなって。大変そうだし。お、でも余計なこと。うんうん、ありがとう。あ、でもバレたら共犯だからね。おうよ。本当はね、実習のたびに不安になるの。愛想ないし看護師向いてないのかなって。そうかな。確かにクールに見えるけど、みんな優しさに気がつくはずだよ。お、それに細かい部分まで気が利くし、高校の時から俺はずっと思ってたし。ケント、で、ごめん偉そうに。そろそろ戻らないと怒られるかな。うん、また後で。これって俺が地方紙に取材された時の。これはその、いや、やっぱりケントは飛んでる時が一番かっこいいから。だから一日でも早く退院すること、復帰も不可能ではないって先生も言ってたし。本当ね。やっほー、治った？もう飛べる？いや、さすがにまだだよ。早くケントくんが飛んでるとこ見たいな。じゃあまた来るね。一体何が目的なんだ、あの子は。ねえ、やっぱりもう少し入院する？遠慮します。冗談よ。でも待ってる人がいるならなおさら頑張らないとね。おうよ。しかしレナがずっと応援してくれてたとは。よし、決めた。絶対に現役回復してやる。すごい回復力よ。無理はしないでね。いや、一日でも早く退院するから、その時はレナ、俺と。まあでも私の実習今週で終わりだよ。え、これからは国試に向けて勉強しないと。そんな、嘘だろ。レナのいない入院生活なんて寂しすぎる。やっぱり実習だったから俺に優しくしてくれたんだよな。普通に嫌われてる可能性だって。はあ、何ため息ついてんのよ。レナ、もしかして実習延期になったとか。んなわけないでしょ。じゃあなんで、はあ、まさか俺に会えないのが寂。ここなら静かだし集中できるかなと思ったの。ですよね。しかし相変わらず頑張り屋だな。何？いや、私服可愛いなとか思ってないからね。思ってないんだ。嘘です、思ってます。見とれてないで俺も頑張らないと。よし、もうちょっと。あんまり無理しないでよ。大丈夫。
てか仕事中でもないのにごめん。仕事じゃないからこそできることもあるし、ほらもうちょっとだよ。よしやっとこう。よく頑張りました。えらいえらい。こんな表情見たことないぞ。一体どういう。あら、えらい仲良しでよろしいな。なんぞ、これはその。別にいいのよ、今は実習中じゃないし。先輩まで骨にいい気がするし。うるさい。そんな厳しくも可愛すぎる支えもあり、予定よりかなり早い退院が決定。喜んでくれたのはレナだけではなかった。え、次の記録会出るの。うん、いい結果出してさ、大事な人に思いを伝えたくて。やだ、じゃあエントリーしとくね。レナにバレたら止められるだろうし、直前に。大会出るんだね。早速聞かれてたか。まだ日はあるけどやめといた方が。って言っても出たい理由があるみたいね。もしや告白のことも聞かれてた。それで私は応援に行っていいの。もちろん、バシッと決めるからさ。そう、いろいろ成功するといいね。でも練習はどこでするの。大学のグラウンドかな。心配されても嫌だし、夜にこそっとやるよ。告白されるとは思ってないかな。とにかくこの勢いなら完全復活できる気がしてきたぜ。本当に気がしただけだった。まずい、体は前みたいに動かないし、これじゃ出たって笑われるだけ。やっぱり映画やドラマみたいには。ああ、いたいた。本当に一人で練習してるとはね。レナ、どうしてここに。たまたま近くを通っただけだから。なるほど。あ、え、好きだったでしょ、ハチミツレモン。好きだけど、さっきたまたま通ったって。それで調子はどうなの。いや、もう絶好調でさ。ほら見てよ、これなら自己ベスト更新もありえ。重心ずれてるよ。あと怪我の影響か軸足のバランスも。あ、ごめん、つい昔の癖で。いや違うんだ、やっぱりレナはすごいなって。本当に頼りになるよ。でもあの時は私のせいでスランプに。いやいや、レナのせいじゃないよ。ほら今だって力がみなぎってきたぞ。ちょっと、また怪我しないように。大丈夫、いる。ほら言わんこっちゃない。お、立てる。ん、手貸してあげるから。レナ、あのさ、次の記録会で。ケイトくん、一人で練習してるなんて言ってよね。あ、まあね。って、あなた病院に。この子は俺の高校時代のマネージャーなんだ。すごいんだよ、選手視点で助言とか。すごい。選手でもないのに出しゃばる口うるさいマネージャーなんだ。なんでそうなる。ま、今は私がマネージャーだし、彼をここまで育てたわけだし、ドキンピックに出場して有名になるのは。ちょっと宇佐美さん、いい加減に。あ、コンパの時間だ。じゃあ頑張ってね。地方紙にも劇的な復帰を取材するように言ってるから。私も帰るね。いい結果出せるように。いや、無理はしないようにね。それじゃあ楽しみにしてるから。何を言いかけたんだ。とにかく今は競技に集中しないと。そうして迎えた記録会当日。宇佐美さんのせいかおかげか、俺の組にかなり注目が集まっていたが、レナが見当たらない。まあ取材はこの後で。ちなみに芸能事務所の方は。いや、まずは集中だ。3回チャンスはあるが、1回目で決めてやる。って全然ダメ。そりゃ本番だけうまくいくわけないか。ちょっと、どういうこと。強がってたけどこれが限界なんだ、ごめん。
ドキンピックまで支えた女として有名になる計画だったのよ。それが狙いだったのね。次はやり投げのエースを狙いに行かなくちゃ。観客も呆れて笑い声すら聞こえるし、当然2回目も失敗。レナにこんな姿を見せ続けるくらいなら、うん、決めた。あの加藤選手どうされましたか？ここで棄権させてもらう。ケント、まさか棄権するつもり？レナ、ああもうさっさと諦めた方がいいかなって。そんなの私が知ってるケントじゃない。ケントはみんなに笑われても何回だって立ち上がる男じゃないの。私はその姿に惚れたの。誰も見てなくたって私だけは見てるから。レナ、すみません。やっぱり飛びます。もちろんですぞ。そうだ、俺はずっとレナのために、レナのためだけに飛んできたんだ。動くぞ。むしろ前よりも。なんということでしょう。加藤選手が完全復活、いや成長して戻ってきましたぞ。なんかめっちゃ飛べた。レナのおかげだな。ケント君、できると思ってたよ。じゃあ2人で取材に。いや、前に言ってた大事な人に用があるから。それって私のことじゃ。レナ、ちょっと待って。あら、私に構ってる時間あるの？もちろん。あの時さ、声かけてくれて本当にごめんね。え、偉そうに口出しばっかりしてさ、今はマネージャーでもないのに。実はね、看護の道を選んだのもケントの力になれるかもって思ったからなんだ。なのに私のせいでスランプになって振られるのも当然だよね。そんなこと。でも大学から記録が一気に伸びたじゃん。それもレナのおかげなんだ。スランプもレナのことが好きすぎて甘えてた俺のせいだ。だから心身ともに強くなってもう一度告白するために努力した。結局それで怪我しちゃったけど、レナに再会して復活もできた。俺は昔からずっとレナのためだけに飛んで、いや生きてきた。そしてこれからも君のために飛んで生きていきたい。だからレナ、俺の隣にいてください。レナの生きがいになれるように頑張るから。もうとっくになってるんだけど。世界一かっこいいケント君。レナも世界で一番かわいい。ででアドレナリンが切れたか。やっぱ完全復活はまだ先に。焦らないで、飛んでる時も飛んでない時も大好きだから。みなぎってきた。話聞いてた。こうして念願かなった俺だったが、まずは治療に専念することに。一方、宇佐美さんは将来有望な選手を各大会で物色。選手たちから苦情の声が上がり、マネージャーとして初の全大会出禁になったとか。もちろんレナは立派な看護師として講師ともに支えてくれ。さあ最後の選手ですぞ。彼は実業団として働きながら日々練習に励んでいるとのこと。可愛すぎると有名な美人奥様も見守る中。よし、行くか。走り出しました。ドキンピックへの切符をつかんだのは加藤ケント選手ですぞ。どうですか今の気分は？なんかめっちゃ飛べました。努力の賜物では。ちなみに私が実況に目覚めたのは数年前のあなたを見た時で。あの大学の時のケント、おめでとう。さすがは私のダーリン。もう大好き大好き。俺も大好きだ。知ってる。で、さっきの踏み切りの時に重心が、ほうほう、すごい切り替えですな。今もレナは厳しく優しいマネージャーで愛する妻なのであった。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。